では作っていきます。このねキリのクリームチーズがおすすめです。代表的なのがフィラデルフィア、そしてキリのクリームチーズがあるんですけど、このキリの方がですね塩気があります。めちゃくちゃおすすめ。バスクはやっぱ塩が効いてないと。クリームチーズが冷蔵庫から出したてで硬い場合は500ワットの電子レンジで1分半加熱しましょう。では豆乳グルト加えます。材料を入れたら混ぜる、入れたら混ぜるを繰り返してください。今日はエル玉2個使います。1つは全部全卵、もう1つは卵白を分けて、卵黄だけ加えます。なので今回入れるのは全卵1個と卵黄1個。それでは今日の型の準備をしていきますね。では流し込んでいきます。裏ごしをねしながら流していくと、もっとねきめの細かい生地になります。バスクチーズケーキは250度のオーブンで焼いていきます。高温なので焦げやすいです。こういうね端についた紙のところはできるだけ拭き取るようにしましょう。ここだけね焦げの原因になります。250度のオーブンで焼いていきます。余熱はしっかりしておいてください。タイマーは20分です。美味しそう。中ねこんなフルフルの状態で OK ですからね。オーブンによっては焦げ目がつきにくいものもありますので、時間など調整してみてください。このままね常温まで冷めたら冷蔵庫に入れて、だいたいね2時間ぐらいは冷やしましょう。じゃあ冷蔵庫ゴー。断面がとても滑らかです。側面のねこのくしゃくしゃにしたクッキングシートの型もバスクチーズケーキの特徴なので、綺麗にね色がついてますね。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。その散歩のチャンネルは低糖質やダイエット向けのスイーツを主に扱ってます。ぜひねチャンネル登録、そしてね最新の動画が届くようにベルマークをね押してください。コメント欄もご活用ください。では次の美味しい動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。